今回は皆さんに報告もあり、ゆっくりユーシング実況です。これが、グランツーリスモスポーツ最後のレースとなります。舞台は、鈴鹿サーキット。4周の超スーパースプリントでございます。私は2019年の年末から、GT スポーツをプレイしてきまして、2022年3月4日をもって、GT スポーツに終止符を打ち、これからはグランツーリスモ7で活動を続けてまいります。引き続き、応援いただければ幸いです。さあ、泣いても笑っても最終戦。グランツーリスモスポーツ最終レース。鈴鹿サーキット GR3、4周レース。今はシグナルブラックアウト、レーススタート。さあ、ユーシングは4番手グリッドスタートから。メルセデスベンツ AMG の馬娘ライスシャワーリバリーで、スタートダッシュを見事に決めて、1コーナーのホールショットを取っていくのは、スバルの、いや、ユーシングです。ユーシングが1コーナーのホールショットを取りました。黒い刺客と呼ばれた競走馬ライスシャワーのように、ライバルたちの勝利を阻止することができるかー。2番手は、クルマニア選手。3番手は、ヤマドレーシング選手。4番手は、トリトシバ選手。5番手は、ケロックマ EJ20 選手。6番手は、スピーディー選手。10番争いが白熱していますね。メンバーは S、A プラの強敵ばかり。おっと、5番手走行していたケロックマ EJ20 選手。少し、オーバーしましたがコースへ復帰しました。最後尾タンクゲームズ選手と続きます。さあ、荒れた展開となっております。トップユーシング。しかし、コンマ5秒のペナルティを受けております。コンマ5秒のペナルティを、どのように消化していくのでありましょうか。日清ブレーキヘアピンを各社立ち上がり、スプーンカーブへ。6番手はヒル F1 ネバーギブアップ選手。7番手は LG タクアン選手。昨年の e スポーツ選手権アンダー18の部、優勝者であります。8番手はアリム選手。9番手は波太郎選手。10番手は岡三条スター選手。11番手はアンチョビサンド選手。12番手はカラフネクル選手。13番手はケロックマ EJ20 選手。タンクゲームズ選手。15番手に、トリトシバ選手。最後尾タク選手と続きます。トップ、130R に差し掛かり、サイドバイサイドを。おっとユーシング、コースアウト。ああ、スピーディー選手スピンアウトを。130R の縁石に引っ掛けてしまったか。これで、大きく後退してしまった。なんとかコース復帰しますが、挽回は厳しいか。そして、レースは2周目、トップはクルマニア選手。2番手は、ヤマドレーシング選手。2019年のマニュファクチャラーシリーズワールドチャンピオン。1位のクルマニア選手をインから狙う。しかし、ここはクルマニア選手が守った。ユーシングは、3番手を射程圏内に捉えた。そして、S 字コーナーへ。後ろから LG タクアンが控えている。6番手は、波太郎選手のスープラ。おっと、ここは団子状態。9番手のカラフネクル選手まで連なっていますね。そして、逆バンクから上り勾配 7.8% 段ロックコーナーへ。ケロックマ選手、FIAGTC2020 ワールドチャンピオンが、10番手を走行中。世界チャンピオンだらけ、なんだこの部屋。トップ2台が並んだここで SG 川金選手来たー。この選手も、FIA マニュファクチュアラーシリーズ優勝者だ。おっと、ユーシングと LG タクアンが並んでいる。元 LBC 所属、チームメイト同士の対決だー。ヘアピンへの飛び込み。ここは4番手のユーシング守った。さらに、3番手のヤマドレーシングの背後につく。さあ、このトップ争いの中にチャンピオン経験者だらけ。チャンピオンと一緒に走れる、なんて贅沢な。スプーンカーブに向かっていく。うわあ、車間ゼロビッタビタ。電車内でやると、ただの痴漢だ。お尻を突っつく、これはいやらしいスケベだ。スリップストリーム走法。あーっと、3番手のヤマドレーシング選手が膨らんだ。なんとかコースに踏みとどまりましたが、ユーシングと、LG タクアンに先行を許した。さあ、約1000メートルの西バックストレート。トップクルマニア選手のまま、130R へ。しかし、クルマニア選手コンマ5秒のペナルティ。2番手 SG 川金選手もコンマ3秒のペナルティ。残り周回の中で、ペナルティを消化できるか？一方、3番手のユーシングはノンペナルティ。もし前の2台がペナルティ消化できない場合は、繰り上がりで、ユーシングがトップとなります。このそうそうたるメンバーの中で、優秀の美を飾れるのか。さあ、レースは残り2周となります。トップ争いの結末はいかに。グランツーリスモスポーツへのそれぞれの思いが、この鈴鹿の舞台で駆け抜けていく。さあ、3周目バックストレート。2番手 SG 川金選手が、トップに仕掛ける。サイドバイサイド。しかし、次は 130R 大丈夫か。並んだまま行ったー。かわすか。まだ粘るか。日立アステモシケインでのブレーキング勝負。
銀河は SG かわかませんし。さらに、流星群と LG 拓腕も並んでいる。10番手までワンパック。ものすごい隊列、連結状態。ここで SG 川かな選手がトップに浮上。さすが、マニュファクチュアラーシリーズ優勝者。そして、いよいよファイナルラップ。最後の最後に笑うのは誰か。さあ、トップの2台、さらに流星群。1コーナーの飛び込みへ向かう。おお、ここで、クルマニア選手がやり返した。激しく仕掛けているのに接触がない。なんというバトル。これは間違いなくトップレベル。あっと、ヤマドレーシング選手がコースアウト。これで9番手交代。これは痛いミス。さあ、トップ争いは SG、逆バンク、ダンロップコーナーへ。リズミカルに丁寧に走っていかなければなりません。トップドライバーであろうとも、このセクションは難しい。ダンロップから、デブナーカーブへ向かっていく。デブナーとは、ドイツ人ライダーのエルンスト・デブナーに由来。天才をもってしても、難しいコーナー。魔のデブナーカーブでございます。デブナーを抜けると、鈴鹿の特徴でもある立体交差。さらに、このコースの中で最も速度の落ちる、日清ブレーキヘアピンへ。さあ、2番手 SG 川かな選手が仕掛けていく。しかしここは、クルマニア選手がうまく守った。さらに、流星群が一瞬の隙を狙っている。そして、200R から 250R へ。まだまだ先頭争いは、決着がつかない。スプーンカーブへ細く長い隊列が続く。しかし、トップ2台は、まだペナルティを消化しきれていない。このまま行くと、流星群にチャンスあり。最後の最後に、大どんでん返しはあるのか。スプーンカーブを抜けて、バックストレート栄光への花道だ。トップ争いは、テールプンローズのまま終焉に向かう。流星群もワンチャンスはあるのか。ミスは許されない、ファイナルラップ最後の攻防戦。130R。トップ2台、並んだまま飛び込んでくるー。そして流星群も、SG コアカナと並んできた。アンチョビさんと、LG タクアンも、みーんな、サイドバイサイドー。日立アステモシケインで、流星群が2番手浮上。そして、最終コーナー。トップのクルマニア選手は、コンマ5秒のペナルティのまま。ということは繰り上がりで流星群の勝利ー。オーマイゴッドな出来事。さすが、黒石客。このそうそうたるメンバーの中で、なんと流星群が優勝。これ以上ないフィナーレでございます。いやあ、よかった、よかった。というわけで、グランツーリスモスポーツを使った動画投稿は終了となります。いやあ、本当に楽しかった。この3年間、様々な速い人との出会いがあり、今の自分があると思います。一緒に走ってくださった、皆さんありがとうございました。ありがとう、GT スポーツ。それじゃあ、本日も、ご視聴ありがとうございました。それでは、グランツーリスモ7でお会いしましょう。We'll be right back.